皆さんこんにちは。元チェッカーズのメンバーとして活躍していた高木義彦さんをご存知ですか？彼といえばリードボーカルの藤井フミヤさんとの確執が噂されており、2人の確執がチェッカーズの解散理由とまで言われていたほどです。そこで今回は高木義彦さんと藤井フミヤさんの確執や暴露本の内容について紹介していきたいと思います。まずは高木義彦さんのプロフィールを軽く見ていきましょう。1962年9月9日、福岡県久留米市に生まれた高木さん。美容室を自営していた夫婦のもとに生まれており、姉が一人いるという高木さん。藤井フミヤさんと藤井直行さん兄弟の幼なじみなのだそうで、この件に関して両人は物心ついた頃から隣にいたと語っています。中学時代は不良グループの番長格で、中学3年生の時にメンバーが傷害事件を起こしたことにより警察で事情聴取を受けたという高木さんでしたが、幼なじみだった藤井さんにチェッカーズへの加入を頼み、1983年にチェッカーズのサイドボーカルとしてギザギザハートの子守歌でデビューを果たします。翌1984年にリリースしたセカンドシングル「涙のリクエスト」が大ヒットとなり、チェッカーズは全国的にもその名を知られることとなります。また同年5月にリリースしたサードシングル「悲しくてジェラシー」もヒットし、オリコンチャートやランキング番組のベスト10内に同時ランクインするなど、高木さんもチェッカーズの一員としてブレイクします。高木さんは主にサイドボーカルとして、そして地声を生かして低音パートを担当していますが、作詞やメインボーカルを務めた曲もあるといいます。そんな高木さんはチェッカーズ時代から俳優としても活動しており、1992年にチェッカーズが解散した後も多くのテレビドラマや映画で活躍しています。デビューから人気を誇り社会現象化までしたチェッカーズでしたが、1992年には惜しまれつつ解散しています。解散理由については、当初ソロ活動が増えメンバーがそれぞれ別の方向を向いていることが原因だとされていました。藤井さんの弟である直行さんのソロデビューを皮切りに、高木さんや鶴久さんもソロ活動をスタート。7までは与えられた曲でパフォーマンスを披露していたものの、これによってメンバーの中に創作意欲や独立心が高まったのかもしれません。この方針転換によって皮肉にも解散へのカウントダウンが始まったとされてはいますが、その後当時リードボーカルとして人気絶頂にあった藤井さんがメンバーに対し高圧的になったために解散に至ったのではと噂されます。ですが一番大きな原因はメンバーである高木義彦さんと藤井フミヤさんの確執ではと言われているというのです。そんな2人の確執については、2003年に高木さんが出版した暴露本チェッカーズでも語られており、高木さんはこの著書で藤井さんを痛烈に批判したことで注目を集めます。この暴露本の内容ですが、藤井さんが一方的に解散を決め、メンバー内で賛成派と反対派で2つに分かれ溝ができたことや金銭的なことが書かれています。まるで藤井さんが解散の先般であるような書き方をし、さらには彼がさも銭ゲバのようなエピソードまで載せたとされています。でも実際にはそうではなかったようで、当時藤井さんはソロデビューをチェッカーズのために頑なに断っていたにもかかわらず、作詞作曲などで印税を稼ぐことができなかった高木さんが強引に途中でソロデビューをしたせいでメンバーとの距離ができていったとのことです。同時期に藤井さんも初のソロシングルをリリースするものの、チェッカーズ在籍中はソロ活動をしないとの約束のためソロ活動はしていなかったそうです。バンド内でサイドボーカルを担当していた高木さんですから楽器も弾けないため作曲はできなかったようです。バンドメンバーで作詞作曲をするオリジナル思考へとシフトしてから88年発売のアルバム「スクリュー」の中の1曲を作詞するも、その後は解散まで採用されることはなかったといいます。それから高木さんは半ば強引にソロ活動をスタートさせ、バンド内の
格差を埋めようとしたことにより心は離れていったというわけなのです。ということは暴露本の内容とは真逆で、高圧的な態度をとっていたのはむしろ高木さん自身であるということになりますよね。それにもかかわらず、このようにバレ本で藤井さんを叩いたことにより2人の溝はさらに深まってしまったのでしょう。2人の確執は、2004年にドラムスだった黒部こと徳永義也さんが去年40歳で亡くなったことによりあらわになります。どうやら徳永さんのお別れの会の発起人から藤井さんと対立していた高木さんと鶴久さんが外されたことにより両派は完全に分裂、溝はさらに深くなったというのです。この件についてもう少し詳しくお話しすると、この徳永さんのお別れの会の発起人というのは、徳永さんが亡くなる直前まで親交があったとされている藤井フミヤさん、藤井直之さん兄弟、竹内徹さん、大土井雄二さん、ワイルド G の住富太郎さんの5人で、交流が途絶えていた高木さんと鶴久さんは参列のみで発起人になることは叶いませんでした。この件について2人はメディアを通じて他の4人メンバーに対して怒りをぶちまけたといいます。仲違いしたままだった2人ですが、久方ぶりに藤井フミヤとチェッカーズの名前が週刊誌の見出しに躍ります。それは2021年3月27日に藤井さんが出演した NHK の BS 番組と同年4月上旬に開催されたコンサートツアーを受けてのものでした。そこでは共通して藤井フミヤがギザギザハートの子守歌を歌ったと書かれていたのです。チェッカーズの曲を公の場で披露したのはグループが解散した1992年以降、実に30年ぶりのことだったんだとか。そもそもチェッカーズというのは幼なじみらを中心にした7人で結成されたものでした。解散理由とされたのは俗に言う方向性の違いでしたが、デビュー時から楽曲を提供していた作曲家の芹沢博明さんとの絶縁も大きく影響したそうで、1986年に発表された名曲Song for USA を最後に芹沢さんはチェッカーズから離れ、その後は主に作詞を文也、作曲を弟の藤井直之が担当するようになったとされており、これに納得のいかなかった恩師の芹沢さんを尊敬していた高木さんは次第にグループから離れていき、結果として文也派と高木派に分断されていったとのこと。実際藤井さんは女性自身において、芹沢さんの歌はもう歌いたくないとはっきりと言っていたそうなのですが、芹沢さんとの和解が報じられたのです。2020年9月に突然藤井さんから連絡が入ったといいます。その後食事をきっかけに雪解けした2人は藤井さんの提案で NHK の番組に揃って出演することになったというのです。ギザギザハートの子守歌を長らく封印していた理由について藤井さんは、チェッカーズの曲を俺が一人で歌ってそれをビジネスにするのは抵抗があったんだよねと芹沢さんとの確執が原因ではないことを強調しており、その上、お会いした時芹沢さんもどんどん歌ってって言ってくれたし、これからも曲を書いてくださいっていう話もしてと恩師とわだかまりがなくなったことを明かしたのでした。それにもかかわらず、徳永義也さんを送る会での藤井さんの発言が2人の仲を修復不可能なものにしてしまったのです。インタビューに対して、文也から声をかけてくれたんだよ、元気かって、そりゃ嬉しかったよ、解散以来12年ぶりに再会したんだから、まあ俺らもいろいろあったけどやっぱり分かってくれてるんだな、そう思っていたんだけどねと漏らしていた高木さんには、チェッカーズ再結成もありという考えもあったとされています。ですがその後の送る会においてチェッカーズについて問われた藤井さんが、僕の本はデタラメって聞いているから読んでいませんとまで言い切ります。2002年に40歳で胃がんを告知されて死を覚悟して病と戦った高木さんだけに、遺書として綴った著書をデタラメ呼ばわりされたことや、
何よりも徳永さんのお別れの会という席上で言い放ったことが我慢ならなかったのでしょう。当時インタビューで高木さんは、他人から言われたことなら何とも思わないよ。フミヤだから、ガキの頃から一緒にやってきたあいつだから許せないんだ。と、かつての幼馴染への憤りと悔しさをにじませてもいました。つまり、チェッカーズ再結成は藤井さんの手により葬られたも同然なのかもしれません。それなのに、今頃になって藤井さんはたった一人でギザギザを歌うことを半ば強引に推し進めたというわけなのです。当然ながら、また歌われることを待ち望んだファンも大勢いるでしょうし、藤井さんが抵抗があったと話していたビジネスになるのは間違いないでしょう。実際、音楽情報サイト編集者は、近年のフミヤといえば最後に CD シングルをリリースしたのが2013年で、それでもオリコンランキング10位止まり。その後に配信限定シングルを3曲出していますが、やはり大ヒットとは言い難く、毎年のように開催しているコンサートツアーもマンネリ感は否めなくなっています。そこに YouTube などで若い世代の間で広がっている昨今の昭和歌謡ブームが来た。チェッカーズの関連動画も再生回数が伸びていることから、フミヤもこの流れに乗ろうとしたのではないでしょうかと話しているほど、つまり藤井さんにとってチェッカーズは再浮上のための切り札であり、突如として36年ぶりに恩師に詫びを入れたのも、全てはあの曲を歌うためだったのではないでしょうか。 NHK の番組ではデビュー曲の他にも芹沢さんが手掛けたチェッカーズの曲も披露した藤井さんですから、今後は自身のコンサートでも積極的に歌っていくことでしょう。ただこれには老舗レコード会社関係者も違和感を覚えますねと首をかしげているそうで、そもそも芹沢さんはフミヤのためではなくチェッカーズのために曲を作っていたはず。かつてデビュー間もないチェッカーズに今後も楽曲を提供する上で、芹沢さんがメンバーに注文したことがあったといいます。それは小柄なフミヤをメインボーカルに置くとバンド全体の見栄えが弱くなることから、高木とつるくと3人でマイクを並ばせるというもので、これで初めてチェッカーズになるんだという話でした。つまりはフミヤ一人で歌う曲はそれはチェッカーズとは呼べないのではないでしょうかと。そこで気になるのはやはり高木さんとつるくさんが再び藤井さんの横に立つ日が来るのだろうかということ。現在も音楽家としてライブや創作活動を行っているつるくさんですが、高木さんは意外なところで注目を集めていました。それは藤井さんと芹沢さんの和解報道がなされていた3月15日4月12日までの間、求人・転職情報サイトに掲出されていた求人案内です。埼玉県内にある某社の求人情報には、作業着を着た高木さんとおぼしき人物が敷地や建物の位置を測る測量機の横に並び笑顔を見せていたというのです。さらに企業情報を見ると、代表者欄に事業顧問高木義彦とあったといいます。一体彼の身に何が起きているのでしょうか。ローカル局の情報番組ディレクターによると、現在は地元の福岡を中心に活動しているようですとのことで、講演活動をしたりラジオ番組や企業イベントに出演したりしているそうですが、音楽活動はほとんど行っていないみたいですよ。それでも数年前から運送業に乗り出したり、運搬用機械を扱う会社とも付き合いがあったりと、事業者としての顔も持っているようです。デビュー前の木さんは土木業に従事していた時期もあるといいますし、おそらくはその経験から事業を始めているのかも。体調に問題がないのならまた歌ってほしいとは思うのですがと言います。高木さんは藤井さんが芹沢さんと和解したこと、またチェッカーズの名曲を歌うことについてどう思っているのでしょうか。ただ高木さんとは連絡がつかないそうで、真相は闇の中。ファンの人々にしてみれば、またみんな揃ってマイクの前に立つ姿を見たいところでしょう。
高木義彦さんの今後に期待しています。最後までご視聴ありがとうございました。